私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。私のママ友に千春さんって人がいるんだけど、ちょっとこの LINE 見てほしいんだ。千春さんがまさかあんな怖い目に遭うことになるなんてね。千春となるみの LINE。今日の服装、もうちょっと考えた方がいいんじゃない？膨張色っていうか、せっかくスタイルいいのに、ちょっと大きく見えてたよ。そうかな。結構お気に入りの服なんだけど。どこで買ったの？もしかしてユニクロとかじゃないよね？え、そうだけど、ダメなの？やっぱりそうだと思った。その服着てる人たくさんいるもんね。なるみさんみたいなスタイルがいい人は、もっとお高い服屋さんの方がいいわよ。スタイルがよく見えて、生地もめちゃくちゃいい店知ってるの。教えてあげようか？一着10万くらいの服なんだけど買えるよね？何の冗談？そんな高い服買えるわけないでしょ。え？そうだったんだ。ごめんなさい。私、人と感覚が違うのよね。着るものには結構こだわりたいと思ってて、それぐらいは出せるかと思ったのに。そんな高い服買うぐらいだったら家族旅行に行くよ。でも家族旅行だったら10万だといけないよね。最低でも30万はないといけないもんね。何言ってんの？海外に行くわけでもないし、お高い旅館に泊まるなんて一言も言ってないんだけど。国内旅行でもそんな安く行けるところがあるんだ。知らなかった。出た出た、マウントですか。違うよ。私はただ思ったことを言っただけ。はいはい。すごいすごい。お金持ちはすごいね。そんなこと言いながら、お子さんの靴は買い替えてあげないの？まだ履けるから別にいいでしょ？自分の洋服や小物はすぐ買い替えるくせに、お子さんのものになるとそんなに無頓着なんだ。何言ってんのよ。私はちゃんと子供にもお金かけてるわよ。お金かけてるって、ただ習い事行かせてるだけでしょ？しかも本人が行きたいかどうかなんて聞かずに、ピアノとかバレエとか、英会話教室とか、千春さんが自慢できるようなところにしか行かせてないんだもんね。何よそれ、なんでそんなこと言われなきゃいけないの？お金持ってる持ってる言う割に、自分にしかお金使わないんだなって思って。うちのことなんだから関係ないでしょ。旦那さんが話してたんだよ。もう習い事には行かせたくないって。うちの旦那が？楽しくもないしやりたくもないって言ってるのに、習い事を強制させたり、自分のものはすぐ買い替えるのに、旦那さんとかお子さんのものは買い替えてあげないって。この前子供を連れてみんなで水族館に行った時に言ってたよ。そんな話を外でするなんて。だってその日、あなたエステがあるからって参加しなかったでしょ？旦那さんは仕事を休んで家族みんなで行けるって楽しみにしてたみたいだけど。しょうがないじゃない。その店すごく人気で予約すぐ埋まるんだから。空きが出たって連絡が来て、その後に気づいたのよ、日にちかぶってることに。私だったら家族でのお出かけを優先するけどね。あなたと私は違うの。私この後忙しいから。それじゃ旦那にしっかりと説教しとかないと。こんな感じで遠回しに何かとマウントを取ってくるんだよね。直接的じゃなくて、ああそうなんだ、無理なんだ、悪気があったわけじゃないんだ、ごめんねってな感じで、本当に感じ悪いよね。そして1ヶ月後、千春さんは旦那さんと離婚することになったの。うちの家からもしかしてお肉持って帰った？あとそれからお魚も。ごめんなさい、なるみさん。謝るぐらいなら勝手に持ち帰らないで。なんて、私も本当はこんなことしたくなかったの。でもいきなり旦那から離婚を突きつけられて、お金ももらえなくて。なんとか安いアパートは見つけたんだけど、正直お金がないの。働いたらいいんじゃないの？もちろんそのつもりでアルバイトの面接に行ってるんだよ。でもすぐに内定もらえるわけじゃないし、内定もらってからも1ヶ月間はお給料ないでしょ？そうだけど。だから少しだけ分けてもらおうと思ったの。ごめんなさい。ごめんなさいって謝るくらいなら勝手に持って帰らないでって言ってるの。正直に事情を話してくれたら、私だって何か協力できるかもしれないけど、こんな形で勝手に持って帰られたら困るよ。ごめんなさい。だけど今日食べるものも何もなくて、どうしたらいいのか分からなかったの。くすん。そんな反応されても盗んだ事実は変わらないからね。実はこれ、なるみさんにしか言えない話なんだけど、私旦那から結構ひどい扱い受けてて、体中怪我だらけなの。
それに我慢できなくて離婚することになったら、今度はお金を全部取られて、子供にも会えなくなっちゃった。くすん。千春さん、私ももうどうにでもなれって思って諦めてたんだけど、気づいたらお腹減って、私ってまだ生きてるんだなって。悲劇のヒロイン演じてるところ悪いんだけど、全部わかってるからね。え？お金遣いが荒いこと、旦那さんに対するモラハラ、それからお子さんに対する強制的な習い事、それが離婚の原因なんでしょ？旦那さんは何も悪いことをしていない。お金だって旦那さんが独身時代に貯めていたものがほとんどだったみたいじゃない。なんでそんなこと知ってんのよ。あなたがいろんなところで悲劇のヒロインしてるから、旦那さん、いや元旦那さんから連絡来たの。千春さんが言ってることは全て嘘なので、優しくしなくていいですって。そんな LINE 一つで信じちゃったの？ LINE だけじゃないよ、証拠付きというか動画とか写真も送ってくれて。だからあなたがそうやって悲劇のヒロインしても、もう誰も優しくしない。ちょっと待ってよ。じゃあ私のこれからの食事はどうなるの？実家に帰るなり、住み込みで働くところを見つけるなりしたらいいんじゃない？私たちがあなたを助ける義理はないから。私本当に困ってるの。食べるものもないし。だからそんなの知らないってば。自業自得じゃない。どうやったらそんな冷たいことが言えるのよ。私本当に本当に辛くて。今まで買ってたブランド物のアクセサリーとかを売ればちょっとお金になるんじゃない？そんなのとうの昔にやったわよ。それでも家賃とか光熱費でカツカツだって言ってんの。何逆切れしてんのよ。私に怒ったっていいことは何もないでしょう。自分で頑張って。ゆりとひまわりと千春のライン。他のママさんの家からもいろいろと持ち帰っているみたいですね。私の家からも持って行きましたよね。何のことかしら。しらばっくれても無駄ですよ。最後の忠告です。これ以上なるみさんやなるみさんの周りの人に迷惑をかけないでください。私のお肉返してください。なんで勝手に持って帰っちゃうんですか。実はね、私の元旦那がひどくて。その嘘はもう通用しませんよ。嘘だってこと分かってますからね。同情を引いても無駄ですよ。どいつもこいつも知ってるのね。これが最後の忠告です。いいですね。分かったわよ。お肉返してください。1ヶ月後、なるみと千春のライン。結局あなたは相変わらず人のものを盗むんだね。何度も注意してるのに反省するつもりはないんだ。だから私にもいろいろと考えがあって、しょうがなかったのを許してよ。私以外のママさんのところでもいろんなものを持ち帰ってるんだってね。しかもわざわざ高いもの、高級お肉や高級ワイン。しょうがなく盗むっていうなら、もう少し安いものに手をかけたら。うふふ、残念だったわね。何？あなたが好き勝手できるのもここまでよ。好き勝手したのはあんたでしょ。私もあんたたちとは一緒に生活しないから。一緒に生活してた記憶はないんだけど。帰省中みたいに勝手に家から食べ物や飲み物を持って帰ってただけでしょ。私住み込みで働くところが見つかったの。なるほどね。それで私たちとはもう関わらないから、注意されてもできるだけ派手に暴れてやろうって思ってたってこと？そういうこと。あなたたちに文句言われてももうどうでもいいわ。それじゃあさよなら。みんなの家から盗んだお肉とワインで今日はパーティー。どうせ引っ越しするから文句言われたって関係ない。逃げられると思うなよ。え？絶対あなたのこと許さないし、逃がすつもりもないから。はいはい、それではアデュー。ゆりとひまわりと千春のライン。今日という今日は許せません。私のお肉を持って帰って。この前も返してって言ったのに返してくれませんでしたよね。食べ物の恨みは怖いですよ。私住み込みで働く場所が見つかったからいいの。あなたたちが何と言ってももう絶対に返さないし、お金も払わない。ここ最近好き放題暴れていたのはそのせいですね。そういうこと。ひまわりさんの家にあった美味しそうなお肉もいただきます。うますぎ。そのお肉は私が食べる予定だったのに、よくも奪ってくれましたね。何度も何度も注意したのに私のお肉を盗むなんて。しかも私が大好きなお魚さんまで。ひまわりはお寿司が大好きですからね。お肉の方が美味しいのに。ひまわりさんの家から持ってきたマグロもいただきます。私のお肉にお魚、
この泥棒、今日という今日は絶対に許しません。あらあら、変なスイッチが入ってしまっていますね。だってそもそもユリが最後のおはぎ食べちゃうから。私は自分の分を食べただけです。絶対違う、あのおはぎ最後の一個私のだったもん。だからおはぎの恨みも込めて今日という今日は許さないの。くだらないことで喧嘩してるのね。おはぎなんてどうでもいいじゃない。食の恨みが怖いということをちゃんとあなたに教えてあげます。どいつもこいつも口うるさいのよね。お金なくて困ってるって言ってるんだから食べ物ぐらい分けなさいよ。それ以上挑発したら知りませんよ。ひどいひどい、私のお肉とお魚だから、今日のお仕置きは私が代わりにやるんだ。はい。なんだか嫌な予感というか寒気が。まさか。あなたが住み込みで働くところの人です。いでよレイコさん。やっぱり。ほらほら、教えたでしょ、おしゃべりする方法。なんなのこの人、気味が悪いわね。ちょっと待って、さっきあなた私が働くところの人って言った。私が働くのはこんな意味のわからない悪趣味な人の家じゃないわよ。すごく綺麗なお屋敷で働くんだから。綺麗なお屋敷ですか？そんな風に見えてたんですか？あなたが住むのはすごい古いところですよ。トゥムトゥムトゥムたち。友達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 。そうそう、上手だよ。なんなの、なんなのよこの人。ユリさんも黙ってないで説明してよ。私は関わりたくないんです。人間相手ならいいですけど、こんな恐ろしいもの相手では私もさすがに動けません。人間じゃないってこと？この文字を見ただけでもわかるんじゃないですか。人ならざるもの、その中でも絶対に関わってはいけないもの。そうそう、上手上手。なんでそれなのに普通に話してんのよ、ひまわりさんは。この人はもはや人間の意識を超えているというか、人間かも怪しいですね。いろんな動物を手なずけて、幽霊まで手なずけるだなんて。今何かが私の腕を掴んだ。すごく冷たくて生きているとは思えないような何か。手に青あざがついてる。人の手の形でくっきりと。違います違います、友達ではありません。申し訳ございません、私は人間なので友達になれません。騙した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 、嘘つき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 、偽の闇民主せずせりと名前へ踏め、嘘部屋にしち。嘘つかれたこの嘘つきって怒っちゃってますよ。なんで会話ができてんのよ。とにかくここで住み込みで働いてもらいますから。無理無理無理、こんな人がいるところで働けない。私お化けとか絶対に無理。めちゃくちゃ怖いメロ。興味本位で見たいって神様に連絡したけど、これはやばいメロ。モネちゃん久しぶりだね。ひまわりさん何者メロ。こんなやばい人とお友達になる人なんて見たことないメロ。幸運とかご先祖様が守っているとか、そういうのは関係なくやばいメロ。そうなんですよ、どうにかしてください。あの人いつも当たり前のように友達呼ぶ感覚で呼んでくるんですよ。メロメロ、すごく恐ろしいメロ。誰かわかんないけど助かった、助けて。この二人が私に嫌がらせをしようとしてくるの。そんなこと言われてももう無理メロ。あなたは目をつけられたメロ。獲物を横取りしたら私が危ないメロ。獲物を横取り？レイコさんの獲物はあなたメロ。これ以上ここにいると体調悪くなるから失礼しますメロ。じゃあ私も。ダメだよユリ、行かないで。私がちゃんとお仕置きしてるところ見てて。いつもユリには助けられてるから私もお返し。お返しだと言うなら私を早く解放してください。あれ、私さっきまで自分の家にいたはずなのに。何ここ、古い屋敷。なんか足音が近づいてくる。やだやだやだ。友達遊ぶ遊ぶ遊ぶ。
今日は鬼ごっこみたいなので頑張って逃げてくださいね。首がやばい方向を向いてる女が追いかけてきた。やだやだやだ。それじゃあレイコさんの気が済むまで遊んであげてください。住み込みですからね、頑張ってください。その後、千春さんの姿を見た者は誰もいなかった。それに千春さんが盗んだはずの食事がみんなの家に帰ってきてたんだって。何が起こったのかみんなもわからず首をかしげてた。ひまわりはお肉とお魚が帰ってきたってすごく喜んでたけどね。千春さんは今頃レイコさんと遊んでるのかな。ひまわりに聞いた話によると、鬼ごっこ、かくれんぼ、だるまさんが転んだとかいろいろしてるみたい。負けたら命を奪われるんだけど、なんでかエンドレスでゲームが続いているとか。それって多分最初に負けた時に命を奪われて幽霊としてあの屋敷にいるんじゃないのかな。千春さん本人が気づいているかどうかは知らないけど、今も怖い怖いゲームに参加させられているはず。レイコさんが満足したら解放されるのかもしれないけど、その解放っていうのはいい意味でなのか悪い意味でなのか。モネちゃんまで震え上がらせるなんて、さすがひまわりだよ。ねえ、気になるよ、ユリの秘密。秘密？ちょっと前の話で言ってたじゃん、何か秘密があるんでしょ。どうしても知りたいんですか？知りたい。そうですね、もしどうしても早く知りたいというのであれば、メンバーシップで見れます。メンバーシップって何ができるの？特別な動画を見れるんですよ。私の秘密はもう少し待っていただければ見れるかもしれませんが。やだ、早く見たい。どうしても早く見たいのであれば、先ほど言ったメンバーシップで見れますので、他にも可愛い新キャラのモネちゃんも見れますし。何それ、私というものがありながらこの浮気者。しゃあ、ふん、なんか見る気なくなっちゃった。私たちの秘密の話も聞けますよ。え、私たちがどうやってできたのか、裏話のような話です。つまり私たちの出生秘話のようなものですね。何それ。実はあなたはメインキャラじゃなかったとかなんとか。え、何それ、気になる。じゃあ私も見る。もし気になる方がいたら、ぜひメンバーシップの方も覗いてみてください。ユリの秘密を暴くぞ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。